蒲田までさぬきがセレッソ大阪 U23 をホームに迎えてのゲーム、さあ得点シーンを今日はご覧いただくことにしましょう。この先制点は素晴らしいゴールとなりました。この縦へのボールが下川へ通って、下川がこれをきっちりと決めていって J 初ゴール。まずここで得点ラッシュの幕開けとなりました。そして今度はこれに対して左からのコーナーに対してニアで重松が決めて1対1の同点です。重松は前節に続いて2試合連続のゴール。前に走り込んできて、もうディフェンス、ゴールキーパーほとんど動けないような状態でした。素晴らしいゴールを決めた重松。そして後半に入ってここもまたいい得点シーンになります。このボール、佐々木が送ったボールに対して反応した重松。佐々木はここまで何本もシュートを打ってたんですが、シュート佐々木は決めることができなかった。そのラストパスを決めたその瞬間、ここです。浮かせていってトラップして縦に出していって、そして重松が前に詰めて決めたという、これで2対1逆転しました蒲田バーレ佐々木。さあそれに対して選手交代が多い中、ピアスがこの後半セレッソ大阪は入って、そしてここキラーパスが入ります。最後は1対1、落ち着いてこの後半に入った途端にゴールを決めて同点。いや、この安藤からのパスも素晴らしい最後のスルーパスでした。そして最後に決めたのは中島でした。この流れの中でここも不利になった。ディフェンスの佐々木をかわしてきっちり決めたのが中島でした。見てもらいましょう。このパスが見事なパス。そしてここでかわすんです。左足で落ち着いて決めました。中島がこれを決めきって、これが決勝ゴールになったというゲーム。3対2でセレッソ大阪が